皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデスストランディング遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ついにタルベルトを渡って西海岸部分に到達したところ、で今日からはエピソード9ヒングスを攻略していきましょう。まずここから出て酒飲んでスタミナを増強して出発。サム聞こえるか？配送端末で依頼を受けてくれ。最後のキューピッドを接続するんだ。さっきのクリプシーのね、男性の声、なんかダイハードマンっぽく聞こえたな。気のせいなのか。ちょっと待ってね。で、荷物、ここら辺をですね。これ大丈夫？ヒートユニット。ここら辺もいらないかな。一旦捨てよう。ポイ捨てして、他にパイルスケルト、あ、グラブですね。これもいったんだ。これ、あ、じゃあリサイクルか。リサイクルに回そう。ちょっと待ってね。ここら辺をリサイクルして。よしと。で、からの受注する。で、指名依頼。これですね。ミッションナンバー63。エジノとしてキャイトにカイナル通信起動アタッチメントを配送せよ。30キロ。ただだいぶ近い。もう目と鼻の先。サム、いよいよだ。エッジノットシティに最後のキューピッドを接続しよう。だが最後の結び目には、カイラル通信の起動に必要な起動アタッチメントが入っていない。テロリストの妨害を避けるため、安全を守るためだ。この起動アタッチメントは、今君がいる配送センターにある。荷物を受け取ってエッジノットまで運んだ。幸いなことにシティ配送センターの機能に今のところ問題はないようだ。荷物を納品すれば自動でカイラル通信のシステム中枢に結合される。さあ、あともう一つ、起動アタッチメントには個別認証 ID がある。もし紛失してしまったらカイラルプリンターでは複製できない。つまりそれは代わりがない個体だ。配送の途中でなくしたり壊さないようにくれぐれも注意して運ぶんだ。繰り返すが、これが最後の配送になる。分かってるな。頼んだぞサム。RD グレネードランチャー。その武器はグレネードを打ち出すランチャーね。装填する弾の種類によって相手に与える効果が変わる。発射後の遠隔操作によって最適なタイミングで起爆させることができるわ。起爆式か。リモコン型のグレネードランチャーで弾が4種類。あれと一緒か。うん、どうしようかな。絶対壊すな。え、でもこれ壊す要素ある？この途中で。なくない？逆に怖いな。よし。こうして、72キロ。うん、特に問題なし。じゃあ、これでいこうかな。と、セーブかけて、あとバイクか。ここバイクあるかな。ありがとうございました。待ってね、ジャンプじゃない。ここで、車庫。あ、ないんですね。そっか。じゃあ、ここは、歩きだ。出発。
ここら辺は看板だらけ。スクルム他にないもんね。ジップラインあるけど、ジップライン使わんだろう。で、ずーっといて、そっち。800、900か。900メートル。途中なんかあんのかな。まあ、観光しながらね、行きましょう。まずね、ゆっくり観光しながらね、行きましょう。発電機。あ、で、ここであれか。トキウですね。これ来んのか。さらに。くさ、BT ちゃん。ここでか。周辺大丈夫。壊さないように。これか。要は。これがちょっとむずいのかな。最後の配送になるらしい。どうかな。でもね、まだそう、ピザ屋さん。あの方の配送がね、多分残ってんだ。一つぐらい。あれね、全部やらないと有効度ね、あれがね、上がってくんないんですよ。欲しい、ずーっと一個のまんま。え、なにこれ。なんすかこれ。新型のこれ BT か。ちょっと待ってね。武器。ちぐれか。ちぐれをちょっと投げて、様子を見てみよう。え、これ何これ。ああ、こういうタイプか。こういうタイプか。くそー。寄ってきて、ぶっ飛ぶんですね。ちょい厄介かな。ああ。あと、こういう足場がね、足場がうんちっちだ。となると、音を立てずに行きたいんだけど、ジャンプす、ジャンプすな、ジャンプすな。怖っ。そこのあいつなんかちょっと嫌じゃない？よし。後ろにいる、後ろにいる。怖え、ここ。どう？接触してぶっ飛ばない。あ、まずい。へえ。どうするこれ。これちょっと困ったな。ちょっと、あ、まずまず。そこもいる。ええー、これ積んだろ、おい。どうしよう。ちょっと離れて。なんなんこいつら。これ銃欲しいな、おい。あ、でもあれか、スルーするっていう技術もあるのか。人類には。こういって、こうスルーする。そう。殺す必要はないんじゃ。ただ非常に邪魔である。こう登り。それはちょっと邪魔だろう。こいつはちょっとやっていいですか。よし。で、これ、ゴミにして。ここ人いるの？そこめっちゃいるんだけど。グレネードランチャー。よし。これは、あ、危ない危ない危ない。あ、なるほど。あの、煙で死ん、いや、死、そういうわけじゃないの？これもよくわからんの、生態系が。はい。よし。で、ちょっとこう、どかせて、そこのジップライン、あれは、有益なやつなのか。待って待って、その挙動何？その挙動何？収めて、怖っ。人も死ぬわ、そりゃ。絶滅するわ。よし。
これ何、どっか行く当たんのこれ。ないじゃん。ダメじゃん。さて、こっから残り571。まだまだあんだよな。これさ、ちょっとこれ準備不足でしたね。どう考えても。そっち、そこにはしごかな。はしご捨てちまったな。くそー、終わった。くそった。となると、もう下しかないんだよね。あ、まずまずまず。ここにいる。ただこれ下も行けるか、これ。踏ん張りながら、ここ、そう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 、スッと行く。ね、暗い。よし。はしごないっす。今回何もありません。マジで何もねえ。あ、近い。大丈夫。あ、ダメージこれそんなでもないか。安いな。多分、カス当たりのせい。パイルすらないね。ストランドしかない。まあ、頑張ろうか。と、電磁スタンボム。あ、ここら辺ぶち当てるってのもいいかもね。こういう風に。あ、ただね、これすいません。ヒット判定ないわ。マジか。となると、グレネード。これに頼るしかない。よし。パワースケルトン全損だ。あ、ここにポストあるぞ。なんかないかな？入ってないかな？シェアボックス。荷物受け取る。あ、パイル。パイルと、じゃあ血液袋。これもらって。他にないもんね。プライベートボックス。うん、ないね。そう、これポストね、個別なんですよ。共有されてるわけじゃない。このポストに入れたやつは、このポストにしか引き出しができないっていう、そういう仕組み。よし。さあ、じわりと行こうか。あ、で、ここら辺、なんだこれ。ここにあれがおります。よし。上大丈夫。安全確認。と、クマムシ。これ捕まえて。多分使うもんな、クマムシ。ボス戦とかで。ここら辺なんか平和っぽくない？平和っていうか足場的な意味でね。歩きやすい。どっちだ？あ、あったあったあった。どっちどっち？上？ないないない。あ、そこに BT いたのか。マジか。じゃあ一旦これ収めて。あ、まずい。最大。あ、これ切れない？あー、ここら辺やべえな、これ。ちょっと待ってね。ここは、ちぐれかな。落ち着いて、ちぐれを、ぶっぱして。連中黄色いな。よし。あとね、そうそう、ある男の式。あれね、自分最初ハートマンかなっていうふうに思っていたんですけど、やっぱね、ヒグスかもしんない。いろんな記述を見た限り。あ、これ、ここ、これちょっときついぞ。上行きたいな、できれば。どうしよう。あ、それか、下。こっからこう下っていける。これうまいね。物資がなくても一応行けるんだ。こういう風に。で、静かに。
ここ BT いませんね。つまり多分ヒングスはもともと運搬屋か。で、タール沼。多分ここも大丈夫なはず。まあ、無難にこっちかな。で、BT、いませんね。よし。キングスもなかなかにね、謎が多いね。経歴とか、最終的な目的とか、いますね。よし。と、そこにピキル。あれは素通りかな。正面。左に引き。そこに一匹。画面中央株の表示に気をつけながら進んでいく。息止めではなくて、そう、切断テラン出たら一回だけ的確に近くを押す。パンチが出たら終わり。え、なに BT からいいのもらった。なんだそれ。よし、ここら辺すげえな数が。残り200。いいよ、だいぶ近づいてる。これなんで BT がいいのくれんだろう。成仏させたから。左大丈夫ね。で、こいつかな。これやっとこう。あ、また行ったな。よし。さあ、さらにいいのもらって、ここやっぱり人いませんね。トレーラーあるけど、本当にもうそんだけっていう感じ。電気は生きてんだけどね。なんだ。よし、さあ突破。これでそっちだー。どうかな、無事繋がるか。エッジノットシティ最終目的地。ようこそサムポーターブリッジで納品。ほい、よし、Sランク。で、レベルはどうかな？レベル変動なし。よし、この一体ね、完全に繋がった。西海岸。エッジノットシティが加盟しました。ブリッジズ本部が以下のデータを提供しました。4連装のミサイルランチャー。で、さらにドキュメンツが追加。ロンドン橋の人柱。
地球の内部に存在する物質、ブリッジマナイト。そう、人柱伝説。なんかね、生贄的な感じかな。遠洋活具といいますか、邪馬台国の卑弥呼みたいな。ついにやったな、サム。我々のカイラル通信は北米大陸を横断した。この国は再び一つになった。ユナイテッドシティ・オブ・アメリカの誕生だ。今後はたとえどこかの結び目が破壊されたとしても、もうカイラル通信の接続が解除されることはない。カイラル通信は繋がったビーチで全て維持されているからな。そしてサム、我々には最後の任務が残っている。 UCA の新しいリーダーだ。ブリジット・ナギアとこの UCA をリードできるのは彼女しかいない。最後の大統領の娘、アメリカという名を持つアメリ、彼女を何としても救出してほしい。アメリと合流してくれ。カイラル通信がつながった今、アメリの居場所はヒックスにも見つかる可能性がある。前にアメリが言っていたように、そこのプライベートルームで合流するんだ。プライベートルームで待機してくれ。サム、私は絶滅体なの。カイラル濃度急上昇。なんだ、冷戦状態スタンバイ。警報が鳴ってる。これ初のこと。ちょっと待ってね。まず酒だ。正体不明の脅威との接触に備えてください。正体不明の脅威、 BT なのか。よし、まずブーストかけて、他にするべきこと、トイレ。じゃあ久しぶりにダイスしよう。よし、特にこれといってイベントなし。他大丈夫かな。じゃあ出ようか。カイラル
あの BB の記憶、あれってさ、もしかしてサムの記憶っていう可能性あるのかな。この BB ね、ルー、確か記憶がリセットされたっていう設定だもんな。でですね、どっち行く。そっちなんだけど、これ露骨に多分なんか危ねえだろう。どうしようかな。ボス戦なのか、違うのか。これ作っていける？あ、いけますね。よし、ミサルランチャー。これを2丁ぐらい。対人武器、殺傷武器。で、それと、血袋。ここら辺も追加で3つぐらい。で、さらに、血グレかな？血のグレネード。あれをですね。よし。3つぐらい。こんなもんかな。で、全部背負って、よし。86キロ。結構あんな。さあ、多分何らかのボス戦でしょう。警告なってるし。これでセーブをかけて出発。OK です。これやって今日終わりかな。これクリフ戦からもしかして、AR いる？通信は全てつながった。この大陸を横断する全ての結び目が一つになった。絶滅の種は俺が確保した。これまでに起きた大量絶滅は全て絶滅体がもたらした。もうすぐ6回目の大量絶滅が起きる。単なる種の入れ替わりや絶滅ではない。物質と反物質が消え去る。今回が最後の大量絶滅になる。お前たちが結び目をつないだおかげでその準備が完了した。そこでついに絶滅体の登場だ。アメリ、サム、あなたたちが必死でつないでくれた全ての結び目と、人の数ほど存在する個別のビーチを私の力で一つに束ね直す。そうすればこれまでのような小さな DS とは違う、地球史上最大で最後の大量絶滅が起きる。アメリ、どうなってる？ラストストランディング、人類の消滅、絶滅との結び目である私の役目。サム、思い出せ。俺たち、ドゥームズは彼女の結び目から生まれた。俺たちが見た悪夢は逃れようのない確固とした未来のビジョン。これこそが俺たちの夢見たこの世の終わりなんだ。黙れ！
わかった。絶滅は止められない。早めるか遅らせるかしかできない。俺を倒せたとしても彼女を救うことはできない。絶滅は止まらない。さあ来るなら来い。さあボス戦ね、巨人ヒグス、これはですね、ぜひともミサイルランチャー、そこらしい。あれでもなんか消えてない？これどう撃退する？そこに、よし、ランチャーと血液袋、あ、出てきた。あのね、これそこにこれピンポイントで当たらんぞマジで。え、なんだあれ。これダメですね。あの触手、あれをなんとかするのかな。まずはこのゴミにして、普通に前段使ったわ。になる。よし。まあもしかこれ血なのか。あ、ですね。血なら通るんだ。おし、じゃあ血袋。これが必要になってくる。お尻。あ、いいね。取ってるわ。実弾はダメか。つまり。触手。まずい。で、リロードかけて。ラストストランディング。6回目の絶滅ね。振りほど。これなんだこれ。壁になってる。さあ、のけぞってからの。倒れない。これライフめっちゃあんなこいつ。となったらランチャーです。どうだ。多分これでドッカンドッカンするのが一番いいと思う。あぶねえ。どうだ。これ何、ライフ全部削るのもしかして。いや違うっぽいな。ダウンした。でこれゴミにして、こっからこれどうする。リセットだ。次そっちか。そこ狙うのか、もしくは顔面か。あ、ミサイル、これかな。ちょっと待って、ちょっとそれを取ってほしい。そうで、再びランチャーにして、あ、でこいつら来たか。マジか。これがね、ちょっと厄介ですね。ちょっとどころじゃないもんね。めちゃくちゃ厄介。よし、まずは足場の確保。あとグレネードランチャー、あ、それ欲しいな。あとで取ろう。よし、まずはお掃除してからの
ランチャーにしてどうかな。のけぞるんだけどアメリアに困る。顔面かな。なんだあれ、黒っ。あ、で再びあれか、あれ参ってるわ。クラゲちゃん、よし、実際4発打ち込んで弾丸がね、よし、まとめて、そう、いや、あ、それナイスだわ。非常にいいねしたい。ちょっと待ってね、これを捨てて、いやちょっとそれやめてよ。これ捨てて振りほどく、で再びロケ弾にしてからの、あ、これグレポンかな、あれですね。よし、グレポン、グレポン、血袋とランチャー、それ欲しい。ランチャー、よし、じゃあここはランチャーかな。あ、これグレポンだ。待って、こっちじゃなくて、そう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 、より効果力。止めたの山々なんだけど、ちょっと待って、確実に行くんで、そこのね、そこにいるんだな、ヒグレス。よし、はい、さあ玉切れ、これも捨てて、次、いいよ、敵ナイフ残り半分ぐらいで、グレポンをペチペチする。アーミリと近いんだよな。これ何、あ、そこ来た、よし、非常にいいところ、めちゃくちゃ狙いやすい。これなんかね、ゆるいなこのボス戦ね、マジでゆるい。さあ触手かな。ロケットランチャー他にあったっけ、ないか。じゃあまずはグレポンをドッカンドッカンやって、使い切ったらば、よし、これ捨てて、でさらに、あ、まずい、これは振りほどく。待て、もっと頑張る。よし、さあダウンかな。とこの人、血袋、ありがとう。そこでいい、そこでいい。よし、あー、なんかめっちゃ来てる。待て待て、あー、クラゲの洗礼だ、これはまずい。よし、そう、なんか彼ね、メタネタを盛り込んでくる。ゲームオーバーとかコンティニューとか、あくまでゲームって感じ。そこら辺の、そう、掃除して、まずい、これ厄介ね。振りほどく、どうなった、これ何、強制弁当、いや違うのか。
よし、これは他の人ちょっとこう触れていこう。触れて触れて、今のあれだよね。でも回避できなくなかった。自分これどこだ。あ、これか。よし、という夢を見たんじゃ。あの顔グロいよ。サイレントヒルっぽい、いい意味で。それやばいやつ。よし、地面打ってこうか。と装備、これどうしようかな。どれ使うか。ちょっと待ってね、選択肢が多いんだよな。これは振りほどき。これ情報量が多い。そっち。いや、またこれか。いや、このクラゲこれいかつい。これそうね。だったらあれか、攻撃は最大の防御、ウレポをバンバンした方がいいのか。さあリセット、どっかに移動する。よし、これは普通にかわしていける。あいつどこ行った。俺さ、クラゲ言い過ぎだよ。さすがに言い過ぎだろ。よし、ちょっと駆除してからの。あ、キングそこか。弾切れ、これゴミにして、新しいやつ。よし、もうそこね、超狙いにくい。多分ダメージは通ってる。よし、さあ敵のナイフもう赤いです。でこれ空になった。で血袋、よし、呼吸かけて、グレポン回収する。あとミサイルランチャー、よーし、強武器。ここはランチャーかな。よし、こいつで飛んだ。どう、多分そこだと思う。あ、違うな、胸か。あいつらちょっとそう厄介なんで潰して、でそこの胸にいる。あ、もうちょい、非常にもうちょい。待ってね、これゴミになった。いいところで、あとちょっとなんだ。
振りほどく。そこになんかさ、怖っぽいやつないやつ。あれ何？栄養補給か。よし、いける。やったんじゃない？もうちょいか。よし、さあ、ようやく。さあ、なんとかクリア。ただ一回死んじゃったかな。でも A ランク。よーし。A とのターンで許して。アメリー！アメリー！うん。彼女は大丈夫だ。この世界はまだ絶滅してない。アメリを離せ。機関車をかばうとは切ない。死んで出直してくるんだな。ヒックス！絶滅に立ち会いたければビーチに来い。さあ、これで一旦死んで、ビーチか、決戦の地。まずそこかな。武器、血袋と AR。 よしと、もう一丁。他のプレイヤーさんいませんね。じゃあこれでいこうか。まず帰還する。で、これどういくの？ビーチ。あ、待ってね。危ない。めっちゃふらつくわ。ちょっと待って。積み直しをして、その前に、ここら辺を全部、
捨てて、よし。血液袋、これめちゃくちゃ使ったな。とポーチ、これも全捨てし、あとパイルスケルトン、これもあれですね、全損してるわ。よし。なんてことだ、やつはビーチに逃げた。サム、ヒクスを追ってくれ。やつを追う方法はないのか。急げ、ビーチはすでに繋がっている。おそらくやつはアメリの力、つまりアメリのビーチを使ってドゥームズデイを引き起こし絶滅を導くつもりなんだ。このストランド、これいけんの？いや違うんだな、これじゃないっぽい。ビーチどう行くか、ちょっと待ってね。なんか選択肢あったっけ。現実世界のビーチじゃない。となると今死んだもんな。死んでも違った。となるとあれかな、フラジャルジャンプあるとすればそれしかないと思う。どうかな、ここら辺でなんかヒント出ないかな。今受注できないもんね、ミッション。あれですね、特に何もない。じゃあ一旦こっちかな、プライベートルーム。これでジャンプできるかどうか。あと BB か、これ大丈夫かな。